こんにちは、こんばんは、おはようございます。皆様のおかげで2000人、チャンネル登録者2000人突破しました。本当にありがとうございます。心から感謝申し上げます。今日はキンプリの一番最初のカレンダーを紹介します。多分一番最初のカレンダー、6人で写ってますね。平野くん、キジくん、カイくん、神宮寺くん、岩地、高橋海斗くん、レンレン、こんな感じですね。キング&プリンス。はい、私の声が邪魔になるときは声を絞ってください。あ、絞ってください。 音量を小さくして。平野くん、いつのかっていうと2019年4月から2020年3月です。今から4年前だいたい。こうやって片付けるといけないんですけど、まあ、仕方ありません。今ドラマ出てますね。で、帰っちゃう。神宮寺くん、神宮寺くんはなんか結構バラエティ出てますね。と、岩地です。これがカレンダーっていうのがなんかすごいですね。写真集のようなカレンダー。もう確実に写真集。かっこいいですね、黒のスーツも。黒のスーツですね。けどまさか脱退するとは誰も思わない。やっぱこう、まあ、嵐の後釜、嵐の次はキンプリかスノーマンかっていう感じだったんですけど、なんかもったいないですね、あれだけ番組出てるのに。アメリカに行った場合、向こうの画像は見れるんですか。神宮寺くんのあれってなんか日テ Q っていうかの、なんですかね、なんかこう田舎に行ってなんか食堂を探すイメージがなんかあります。平野くん CM 全部降りるんでしょうね。アレグラに出てるのが神宮寺くん。あ、カイちゃんは残るから、今まで通りですね。岸くんもなんか出てますよね、CM。キンキと一緒に出てる。レンレンさんは残るから大丈夫。なかなか芸能界も難しい。平野くん3つ何個ぐらい出てるんですかね。ということは今度のセブンイレブンのクリスマスケーキはキンプリ2人でするのか、それとも違う人に変わるのです。あ、カレンダーこんなとこにあります、で次はカレンダー。よし、なんか玉山くんに似てるような感じ、この顔。玉山哲司さん、平野くん、かっこいいですね。なんか他
他の人の YouTube 見てると画像がめちゃくちゃ綺麗なんで、YouTube が収益化できたら買おうかな。けどどんなカメラ買ったらいいのかわからないし、 iPhone とかでもいいんですかね。こんにちは。この度はカレンダーを買ってくださってありがとうございます。素で楽しんでいる僕たちを見てくださいね。平野翔。一番最初平野翔さんのこの漢字紫っていうのが分かるんです。これなんて読むっちゃうかと思いながら調べてました。今はもうちゃんと入ってます。長瀬ね、みんなカレンダー買ってくれてありがとう。今回は僕たちとして初でした。写真は写真ばっかです。たくさん見てね。長瀬ね、カレンダー毎日が特別なメモリー、たくさんメモリーを刻もうぜ、ありがとう。書いちゃう。カレンダーを買ってくれてありがとう。1年間僕たちを見て元気に過ごしてね。あとメンバーの誕生日もメモしてね。平野くんが1月の29日よし、サンキュー、買ってくれてありがとう。大丈夫、カレンダーを見れば元気が出る。360日毎日僕を見てね。みんな I love you 元気。ほらこんな感じですね、なるほど。これは外国行ってるんですかね。こんな感じですね。多分皆さん持ってると、あれこれ逆だ。あ、そう、確かなんかこの逆になるんですね、こんな感じで。なのでこっちからもう一回写します。裏側もこんな感じ、リバーシブル。コーヒーカップに乗ってますね。僕たちの終わらない旅。なるほど、チョコレートパフェ食べてますね。海ですね、外国の海かな。よいしょ。あら、逆なのか何なのか分かんない。こうですね、なんか食べてますね。よいしょ。こう好きなアイドルとかの、写真集というかこういうの買うと、もう本当小さい頃は宝物になりますもんね。なんかきっちりした本っていうか、こういうのって。みんなで写ってますね。みんなで写ってますね。平野くんって、私はおじさんだからあれなんですけど、光源氏って大昔いたんですよ。その諸星くんになんか雰囲気が似てる。もうあの当時はもうすごい人気でした。恐竜のボート乗ってますね。これって日本なんですかね。それだったら多分皆さん場所が分かって聖地巡礼とかするんですかね。あ、これ日本ですよね、確実に。旅館だから。なんかいいですね、修学旅行。ライブどうなるんですかね、コンサート。二
二人でするんですかね。回ってきた。回ってきましたね。回ってきました。よし。今日は一番最初のキンプリのカレンダーを紹介しました。チャンネル登録本当にありがとうございます。動画再生もありがとうございます。グッドボタン本当にありがとうございます。では今日はありがとうございました。お疲れ様でした。失礼します。